ルイ・ボナパルトは、シャルル・マリ・ボナパルトの5男で、ナポレオン・ボナパルトの弟。兄によって、帝国圏韓国民軍総司令官の職、ホラント王国の王位、三流伯爵の称号を与えられた。ホラント国王としての名は、ローデウェイク一世。兄のイタリア遠征やエジプト遠征に参加した。後に、リューマチにかかる。兄の妻ジョゼフィーヌ・ド・ボワルネの連れ子であるオルタンスド。 ボアルネと結婚した、オルタンスとの間には男子3人が生まれた。しかし陰気な性格のルイとジョゼフィーヌに似て陽気で、社交的なオルタンスとは性格が合わず、夫婦仲は悪かった。フランス革命戦争の結果、オランダには1795年にフランスの衛星国家バタビア共和国が成立していた。ナポレオンはオランダをイギリス侵攻のための基地と位置づけ、 自らの意志に即応できる体制を整えるため、ルイを自分の代理としてオランダに派遣した。ルイは1806年6月22日にハーグに入り、バタビア共和国はホラント王国に改組されて、ルイがホラント国王に即位した。しかしルイは兄の区靴ではなかった。オランダ人の利益にも配慮し、オランダの王としての責務を良心的に果たした。内政や 経済復興にも関心を示し、ナポレオン法典の導入やカトリック教会の復権などを実現し、一方で徴兵制の導入を拒否した。大陸封鎖令にも反対したが、このことと密貿易の横行、さらに1809年にイギリス軍がゼーランド州に上陸したことなどもあって、ナポレオンは1810年に2万人の軍隊をオランダへ派遣する一方、ルイを退位させた。 ルイはボスニアに亡命した。ルイの退位後、コラント王国は、ルイの次男ナポレオンルイを即位させ、ローデウェイク二世と名乗らせたが、10日後には、コラント王国は、フランス帝国に並行され、シャルル・フランソ・ワルグランが総督として、アムステルダムに駐在した。また、同じ1810年にルイは、オルタンスと離婚した。 子供のうち三男のシャルル・ルイ・ナポレオンはオルタンスが引き取って育てた。ナポレオンは兄弟たちをフランスのフリーメイソンの後遺職につけた。ルイも1804年にフランスグラントリアンの副グランドマスターに任じられた。ありがとうございます。